皆様こんにちは、レナクリナースの松本です。本日は2019年10月20日です。今回レナクリ院長に引き続き私もお土産を脱毛しようと思います。世にはお土産が濃すぎて悩んでいる女子がたくさんいますよね。私もちょっと濃いのが気になってました。皆さん結構試行錯誤して自分で切ったりとか剃ったりして整えてうまくできなくて困っている方も意外と多いと思います。ということで、もみあげを薄くする目的で何回か照射をしてその経過を追っていきたいと思います。ではやっていきましょう。今日担当してもらうのはベルビューティー水さんです。お願いします。はい、お願いします。お願いいたします。今日どういう感じでできたいですかね。まあ、とりあえずこれを一回全部剃って全部当てちゃってください。はい、全部で。はい、いいですか。全部で。かしこまりました。剃っていきますね。一回見てもらいますね。はい、もうちょっといけますか。大丈夫ですか。大丈夫ですか。はい、はい、反対側も切っていきますね。スクープが11ジュール、スポット圏24ミリで行っていきたいと思います。下の方からいきます。はい、せーの。大丈夫ですか。全然痛くないです。せーの。熱っもう一回です。せーの。お疲れ様です。ありがとうございます。照射が終わりました。こちら見てみてください。ちょっと赤くなってますかね。こんな感じです。はい、やっぱり髪の毛っていうところもあって結構熱かったです。痛みは輪ゴム10本ぐらいで弾かれたぐらいです。でまたこの経過をアップしていきますね。この動画が役に立ったと思う方はいいねボタンとチャンネル登録をお願いいたします。